はい、おはようございます。エルモト高木です。今日は飲食店のスタッフのトレーニングについての話をします。スタッフのトレーニングの中でも返事の話ですね。まあ、すごく幼稚園で教わるような話になるんですけども、返事をするときに 0.2 秒で、はい、0.2 秒で、はい、と間を空けずにお客様から何か言われたときに 0.2 秒で、すいません、はい、というふうに返事をします。この 0.2 秒っていうのがポイントで、この間が長くなるとすごくお客様の受ける印象が悪くなります。間が空けば空くほど悪くなるので、とにかく 0.2 秒、瞬間という意味ですね。すいません、はいというふうに返事をするようにトレーニングをしてあげましょう。これってお客様から言われてもすぐにはできないので、お店の中での従業員同士の時にも 0.2 秒で返事をするっていうことをお店全体で意識づけをしていきましょう。今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で書いてありますので、ぜひそちらも読んでみてください。それでは今日も一日歩いていきましょう。あなたはできる。